listening to Shibuya Cross FM。 4月21日のミスマガ放課後レディオ、イエーイ、おかぴ完璧でございます。おかぴ完璧。さあ、ということで皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、ということで今回も始まりましたミスマガ放課後レディオ。私が MC のシャバダバフチです。よろしくお願いいたします。お願いします。このラジオでフチという、ね、名前でやっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、この番組はですね、毎月第1そして第3木曜日の18時よりここ渋谷クロス FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしております。皆さんもご観覧ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶね、暖かくなってきましたね皆さんね。でも風邪はひかないようにね、寒暖差がひどいですから、よろしくお願いいたします。ミスマガの皆さんと楽しい放課後トークで盛り上がっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そして本日のアシスタントはこちらの方。こんばんは、山岡みやびです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとさ、オカピが大人っぽくなってるんですけど。今日ね、めちゃめちゃ大人っぽくて、ね、そう、あのなんかやっぱ前髪ないと全然違うの。いや、そう全然違う。あの大人のもうレディ前髪ありましたっけ。え、自分で覚えてないの。嘘でしょ。でもみんなからするとやっぱ大体あるイメージ、うん、そう、あるイメージ。あー、そうだね。グラビアでも結構そうあることが多いから、うんうんうん、一気に大人っぽくなって。そうそう、前髪ないだけで。なんか前髪だけでさ、髪もなんかすごい伸びた感じがするの、うん、あー、わかる。でも伸びたよね。伸びたよね、なんかね、伸びた気がします。で、今日ちょっとなんかさ、ロングスカートなんて履いちゃって。そう、珍しいね。履きますよ。ちょっとびっくりよね。でもかわいい。でもなんかいつもとちょっと雰囲気が違うんでね、うん、ちょっとびっくりしましたけど、ね、今日はそんな大人っぽいオカピがアシスタントを頑張っていただきますので、はい、期待しておきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そして本日のメンバー順番にお願いします。はい、皆さんこんにちは、大島里奈です。よろしくお願いします。いっちゃお願いします。そして皆さんこんにちは、辻優衣です。よろしくお願いします。お願いします。今日はこのメンバーでお送りさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでこのお三方のパターン初かな。いや前あったか。あ、でもちーちゃんが、あ、そうだそうだ、そうだ、プラスでいたりとか、そういうのはありましたけども、はい、さあ、ちなみにね、なんか最近ちょっと目まぐるしくりっちゃんもね、うん、スパイダーマンの。そうなんですよ。ちょっとすごくないあれ。そうなんですよ。じゃあ、りっちゃんもね、大好きなのよ、スパイダーマン。そう、大好きなの。いつもなんか楽屋とかでね、たまに僕も大好きだから一緒に話したりとか、そうそうそう、するんですけど、よう、とうとう仕事に。いや、めちゃめちゃ嬉しかった。ありがとうございます、本当に。すごいよ。なんかもう地道にツイッターでめっちゃ好き好きアピールをして、なんか、うん、スパイダーマンの絵とか描いてこうやって上げてたら、はいはいはい、あの夢が叶いました。いや、マジですごい。いやだから僕ね、最初あれ見つけた時、はい、あの自分で YouTube で好きすぎて上げてるやつかと思ったんですよ。じゃ、はい、まさかの僕それで飛びに行ったら、はい、公式ってなってソニーピクチャーズさんの公式で、はい、出させていただいて。すごいよ。めちゃめちゃ嬉しかったです。皆さんぜひね、チェックしてね、はい、くださいよ。見てみてください。で、ぜひね、あのりっちゃんの Twitter から行ってチャンネル登録してくださいね。皆さん、ありがとうございます。僕ちゃんとそうしましたから。ありがとうございます。いいねもちゃんと一回戻って、もう一個の動画行ってまたいいねしてみて、はい。動画からこうポチッと押していただけると、はい、嬉しいです。いや、いいですね。ちょっとね、目まぐるしくね、こういう活動もちょっと嬉しいですけども、はい、スイちゃん最近どうですか。最近はですね、うん、そうですね、そのライブやってた。ライブがほぼ主にやってるんですけど。そうよね、なんかすごい頻繁にライブ活動を行ってる。頻繁に、そうですね、ライブをやらせていただいてますね。そして、あれなんですよ、ヤンマガウェブのミスマガの遊び場が、うん、もしも同級生がミスマガ2021だったらと、今回新しくお菓子作りのアットホームっていうのが始まったんですけど、うん、これがもう、はい、ぶち抜きで辻ちゃんですよ今。いや、あのラスト、うん、無料のラストの、うん、ね、写真ね、びっくりした、はい、あのびっくりした。私実はあれやってないんですよ。あ、そっかそっかそっか。そう、あれやってなくて、うんうん、そうびっくりしました。ぜひ皆さん無料の、無料版も有料版もね、見てほしいな。あの前回ね、ナイトゥーがね、はい、ナイトゥーがあのやってなかったんですよね。あ、そうですね。あ、そうです。でだから私が全く見てない情報なんですけど、うんうん、辻ちゃんの宣伝しますって、うん、辻ちゃんの宣伝してたんですよ。してた。結構当たってたんですよ。いや、そう当たってた。見ました。見ました、ずっと見てましたラジオ。だってまず制服がネクタイっていうの当たってたでしょ、うん、ネクタイでウェイ系って言ってたんですよ。そう、結構なんかギャルっぽいみたいな、うん、だからちょっとびっくりした。いや、なんか見せたみたいな思ったんですけど、うんうん、見せたのかな。いや、見せてないと思ったから。なんじゃない、うん、だから印象で言ってんじゃない。すごいす、ね、鋭いね。鋭すぎる。感が鋭すぎる、うん、すごい。で、次回のお菓子作りのやつが、うん、今度はオカピ。はい、うん、あ、そうなんです。
そうですか。みんな知らないですよ。みんな知らない。そう、みんな知らないですよ。最初知らなかった。ここに書いてあるよ。まあ意外とここで知ること多いからね。そうなんですけど、オカミもちょっと言える範囲でどんな感じだったか、ちょっと撮影秘話みたいなの教えてもらおうかな。へえ。うん。なんかそう、うん、でも一緒だったんですよね。あ、みんな一緒だったんだ。そうなんですね。一緒の日で、そう、はい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 、私から撮影してみたいな感じで、次がオカピだったんですよ。ちょっとでも辻ちゃんのやつすごいかったね。いや、すごかった。あのクリームまみれのやつ、あれすごい、すごいよね、あれね。すごいあれ、だって今日ね、あの作家さんがね、まひろ作家さんがね、まひろさんがこれずるいっすよっつって動画僕に虜になってました。虜になっちゃうね。え、面白かったですけども、オカピどんな感じで、ちょっと言える範囲で、まあ、私も一応塗ったくったんですよ。え、なんて塗りました。言い方がすごいんだけど、塗ったくったんですよ。塗ったくったんですよ。でもなんか全然系統違います。あ、違う。あ、そうなんだ。またちょっと違うんだ。全然どっちなんだろうね、その、だから今日大人っぽいオカピだから、そっちのバージョンはどっちなんだろう。なんだろうな、ちょっと子供っぽさ残ってるかな。いや、子供っぽいさ残ってるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。え、見てはないの、その時。私は見てないです。写真は見てないです。あ、見てないんだ。そう、ね、うん、現場が一緒だっただけで、はい、見てはない。どういう作品になるかっていうのはやっぱその時楽しみですよね。そうですね。いいですね。ね、オカピはじゃあ塗ったくったやつを。塗ったくりました。クリームどうなってんのかな。もう見た時に本当に塗ったくってんなって。塗ったくってますもん、本当に。それちょっと楽しみにしたいと思います。、うん、よろしくお願いいたします。それでは進めていきましょう。オカピ説明お願いします。はい、え、放課後と違う、何かそろそろ、なんで次のページ行っちゃうの。慣れたか、説明の前に勝手に次のページ行っちゃダメよ。はい、いきます。はい、読みますとかあんま言わないの。それでは読みますってあんま聞いたことないの。メッセージじゃないんだから別に。はい、お願いします。ミスラジでは私たちに聞いてみたいことや感想など、ツイッターにて募集したいと思います。はい、ハッシュタグミスラジをつけてツイートお願いします。たくさんのツイートお待ちしております。はい、そして今回のトークテーマが10連休あったらどうしますかというね、質問でございます。皆さんこれを、ハッシュタグミスラジをつけて10連休ですよ。うん、これあのちなみにお仕事とかお金とかは一切気にしなくていいっていう条件。本当に10連休だったら何ができるか、もう好きなところに行って好きなことができるとしたら何をしたいかっていうのを皆さんもちょっと考えておいてね。はい、後でちょっと教えていただきたいと思います。はい、さあ、ということで皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。それでは最初のコーナー行ってみましょう。放課後ドットカフェ。さあ、ということで始まりました、放課後ドットカフェ。どんな企画なのか、それでは読んでください。はい、読みます。放課後ドットカフェでは学校のことも仕事もことも忘れて気ままなトークをしていきたいと思います。うん、ミスマガメンバーのプライベートな一面などをさらけ出していきたいと思います。さあ、ということでございまして、今回はもうみんなさ、言うてさ、あの半年以上経ちますんで、はい、もう相当仲いいから、言ってもなんとなく相手のこととか、うん、この子はこうだなとかなんとなくわかるでしょ。はい、はい、なんとなくもうなんとなくわかってきたよね、多分。即答できるのもありますね、多分。ああ、なるほど。確かに。物によっては。なのでですね、今から皆さんにやっていただくのは、はい、エピソードクイズ。エピソードクイズ。これをやっていただきたいと思っております。はい、このエピソードクイズっていうのはどういうものかっていうのとですね、自分と、まあ、2人、この3人とかミスマガのことで大丈夫です。うん、自分が答え分かってるやつで問題を出してください。オリジナルの問題を。それを他の2人に答えていただくということになっております。でちょっとあまりにも広すぎたらちょっと3択とかにしてください。はい、はい、3択とかにしてちょっとそれでエピソード掘り下げながらやっていこうかなって思っております。はい、ちょっとなんか思いつくのありますか。思いついた人からでいいですよ。これ自分自身のクイズでもいいですか。でもいい、でもいいよ。もちろんもちろんもちろん。どっかのエピソードのでもいいです。でもいいです。え、どうしようか。ある？いや、じゃあやります。あ、じゃあついちゃんから行きます。行きましょう。ついちゃんからでいいですか。あ、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。どうぞどうぞどうぞ。じゃあ先に言いますね。はい、あのさっき話でも出てたお菓子作りの撮影の時に、まあ、3人一緒だったんですけど、はい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 、まあ、一番最初が私で、まあ、先に終わって、まあ、帰ったんですよ。1回帰りまして、で、オカピから電話がかかってきたんです。ほうほうほう。で、そのオカピから言われた内容は何だったでしょう。おお、なるほど。これはもうそれだけ？それだけ。結構、うん、まあヒントとしては、うん、なんかこう若いなって感じが。若いな。皆さんもちょっと。なん
か考えてね一緒に なんていうのかな、若いなこう、うんうん、あんまり、うん、私今19なんですけど、はい、19になってそこまで言わないというか、まあ、JK の時はよく言ってました。 JK の時には言うけどもう19になったら言わないんだ。言わなくなりました。謎にむずいなそれ。確かに言わなくなりました。わかった、はい、あの救急車が通って迎えに来たよっていうやつじゃない。言うんですか。今救急車の時向けに来たよってなんかよくちっちゃい頃やってたじゃないですか。やってないやってない。世代があるか。やってない。やってないやってない。あ、そういうのじゃない。そういうのじゃない。そういうのじゃないか。はい、現代の。なんだろうな。あ、まあ、その後の行動につながった。そうね、うん、あ。何につながった？行動。その後の。確かに。あ、じゃあ。した行動につながるみたいな。みたいな感じですかね。それちなみにオカピは覚えてる？覚えてます。覚えてる。その後質問にしようと思って今。ああ、なるほどなるほど。連携でね。連携でちゃんと、ちゃんとあれなんだね。その、自分がそれ言われて、あ、確かに子供っぽいなとは思う？いや、思わないです。いや、でも割と私も普通かなって。これは思う。あ、そう、ね、あ、じゃあ分かるんだ。私がおかしいのかもしれないですね。そうね、落ち着きすぎて、そう、落ち着いてるから辻ちゃんが落ち着いてるからそう思ったのかもしれない。結構私インドア派なんですけど、アウトドアならではのことかもしれない。アウトドアって言う。アウトドア。アウトドア。あ、そう。じゃあちょっとりっちゃん代表してじゃあ答えを言っていただきましょう。はい、はい、オカピが言った言葉とは、うん、まあ、ご飯を食べに行こうなんですけれどもその後にカラオケに行ってでプリクラも撮ろうまでがあります。あ、はい、以上です。まあ、ご飯行こうまでは普通かなって思うんですけど、はいはい、その後にカラオケプラス、うん、まあ、プリクラってなってくると撮影後だからその元気はなかったの。なるほど。カラオケは強めに行ってないです。プリクラまで撮って終わりました。俺当てれたね今日。だってツイートしてたもんね。そうなんです。そうなんです。あー、あれが実はヒントそうなんですよ、はい、そっか。だからこのメンバーでっていうのをちゃんとね覚えておけばよかった。そうなんです。そうなんです。そういうことがプリクラを撮ろうというね、うんうん、確かにそれは若いかも。それはそう若いなって思って そうなんですよね、うん、あの外出ないんで、ね、何プリクラに対してもちょっと疲れてない。いや違う違う。そんなに重い言葉プリクラ撮ろうって。いやちょっと疲れるところはあったりはするんですけど、うん、っていうのは嘘で。でも一回帰ってからもう一回行くっていうのは確かに。そう、そうなんですよ。インドアの人って一回帰ったらもう出たくないもんね。出たくないんですよ。だから駅を変えたんですよ、うん、集合場所の駅を。そうそう、うん、そう、ちょっと辻ちゃんから近い位置に押されて。でもオカピはそれでも無理やりにでも行きたかったらしい。もうテンションがすごいから。そうそうそう、もうじゃあもうそっち側行くからみたいなノリで、うん、そうなんですよ。オカピはどっちかって言ったら一回外に出たらそのままどっか遊びに行きたいタイプなんだ。もうずっと出てたいタイプです。あ逆にだから帰ってしまうともう出れないからってことでしょ。帰っても出ます。出るの？すごい、もう本当にすごいんですよ。夜の7時ぐらいに今日今から映画行かないみたいな。7時に来るから私も電話来ました。7時に映画？そう、いやもうシャワー浴びちゃったみたいな。ナイトショーやん。ちょっとめんどくさいから。確かにね、ナイトショー行くみたいな。活発なんだね。そうなんですよね。すごい若さがゆえだ。若い若い。あ、いいですね。年取ったなって。いい問題でした。ありがとうございます。じゃあそのままオカピいきますか。オカピの問題。私がカラオケとプリクラ取りに行こうって言って二人が初っ端に言った、うんうん、同時に言った言葉とは何でしょう。同時に言った言葉。これ二人に向けてのクイズになってるけど。答え知ってるもんね。知ってますね。二人、私たち言ったんで。じゃあリアルにいいですか。はい、リアルで。え、じゃないですか。違う。ちょっとでもまあまあ確かに絵はありました。今からもっとそうストレートだよね。もっとストレート。もっとストレート。もっとストレート。あ、もっとストレート。無理。お、近い。まあまあまあ、当たりじゃない。当たり。え、なになになに。正解は、じゃあ正解せーのでやっていきますよ。せーの。え、無理。当たりです。合ってんじゃん。絵と無理が前後に分かれただけで。そうなんです。無理って言ってからの強引に連れてたのすごいね。まあ、プリクラは駅にあったんで。あ、なるほどなるほど。すごいね。でもカラオケは、あ、カラオケはもう無理だね。無理から。しかもさ、お仕事終わりで疲れてるしさ、言ってもね。本当にすごい、あの、うん、めちゃめちゃエネルギーがもうね、あ、そう、あり余ってる。え、カラオケ行ったらどんな感じなの。もうめっちゃはっちゃけんの、オカピって。めちゃくちゃ、え、はっちゃける。はっちゃける。いや、多分普通に静かです。え、どういうこと。あのさ、誘ってるテンションとさ、合ってないのよ。普通に合わせます。
あ、みんなに。結構昔の歌とか歌うから、うん、そうね、そう、私も結構昔の歌を見ちゃう。どこら辺の曲、昔の歌っていうのは。長渕剛さんとか、剛さんとか聞きます。ああ、そう。山口百恵さんとかも歌ってた。私も結構好きな歌多いから。でも今多いよね、昔の昭和歌謡好きな若い子ね。なんかあのリズムと歌詞がいいんですよね。わかる。歌いやすい、そう、歌いやすいし、すごいな。そう、なんか今みたいにすごい歌詞がバッて、そう、詰まってないから逆に歌いやすいみたいな。ストレートだしね。そうなんですよ。あって好きです、ね。はあ、うん、面白いな、うん。全然辻ちゃんが分かってない。カラオケに行かないですそもそも。でもさ、普段歌ってるわけじゃん。まあ一応歌ってはいるんですけど、うん、日本語の曲を歌えなくて。日本語の曲歌えない。歌えないって聞かないんですよ。あ、そういうことか。聞かなくて。あ、洋楽とかを聞いてるってこと？洋楽ってその方が多くて、うん、歌えないというか、みんなに合わせれないんで、あんまり行かないことが多いみたいな。今の言い方かっこよかったよ。日本語の曲歌えないから曲市場ですみたいな言い方してたけど。めっちゃ一緒に行きたくなった。逆に。でも本当に K-POP ばっか聞いてる。あ、そういうことか。そういうことか。本当に歌う曲がないというか。だから限られてんだね。そうなんですよ、うんうん、だから本当に趣味が同じ人とかといった方がまだ、うん、盛り上がるのではないかなと思いつつ、全然行かないみたいな。妹としか行かないかなっていう感じ。でもそういう歌でも歌ってほしいんでしょ、言ったら。私も一緒に歌います、分かってなくても。えそこまで乗ってくれるの。めちゃくちゃ優しいじゃん、おかき。分かってなくても、はい、分かってなくてもなんか雰囲気で、はい、すごいじゃん。そこがね、やっぱオカピのいいところ。オカピのいいところだね、うん、確かに。若いんです、まださあ、ということで、じゃあ今ワンエピソードから2つの問題が出てきましたけども。じゃあ続いて、あ、全然いいよ。もう単純なものなんですけど、うん、あ、いいですよ、いいですよ、はい。私、もう最近食欲が止まんないんですけど、うん、ですけど、うん、その中でも一番食べたいと思ってるものは何でしょう。どのくらい食べてない、それは。それは最近ちょっと食べちゃったんですけど。あ、でもそんぐらい好きなんだ。はい、ずっと我慢してました、グラビア始めてから。あ、分かった。そうってことはそういう系だね。グラビア始めてからもうずっと、うん、結構まあ1年ぐらいは食べてなかったかな。ですけど結構大変なものだよ、だから。いや、カロリーすごい、カロリーがすごいみたいな、うん、めっちゃ一番好きな食べ物ではなく、ではない。では一番好きな食べ物は、まあ、ちくわとかはんぺんだから、うんうん、低カロリー。そうだよね、低カロリーの方なんですけど。それではない。そう、でも多分一般的に言ったら普通に食べてる人もいます。全然、なんだ、全然大まかなくくりでも大丈夫です。大まかなくくり、うん、僕も1個しか出てこないですけどね。うん、私も1個しか出ない。ジャンルっていうか、なんていうのかな。でもそれ食べるのかなっていうのもあるけど。あります。わかりました、わかりました。じゃあ1人ずつ言う。せーので言う。せーのいきます、はい、せーのでいきましょうか。じゃありーちゃん、せーのお願いします、はい、せーの。チョコレート。ラーメン二郎。あれ、え、はい、チョコレート。ラーメン二郎。パン。あ、1人正解いました。パン。正解はパン。あ、パンか。うわ、俺ちょっ と思った。俺が正解かもって思ってドキドキしたのが恥ずかしいわ、ちょっと。めちゃめちゃ恥ずかしかった、俺。意外と正解かもって思っちゃった、今。パン、パン、もうずっと私、パンめっちゃ好きなんですけど、でもやっぱり一個一個がカロリー高いけど、そんなにお腹にたまんないから、なんかもうずっと我慢してたんですよ。あ、パン1年って結構すごくない？見た、この間持ってるの見た。ずっと我慢してたけど、この間ロケで食べさせていただいて、あ、もうパンの美味しさをもう一回気づいちゃって、そっからもうパンが食べたくてたまんないと思って、うん、もうそっからちょっとずつ食べちゃってます。いや、でも話だけ聞くとね、ラーメン二郎と同じこと言ってるけどね、多分。確かに、ね、もう我慢してたんですよ。でも一回食べたらもうハマっちゃってっていうの。確かに、ラーメン二郎でも全然、はい、全く同じ話してたけど。あ、そうですか。パンなんですよ。パンですね、いいですね、はい、いい問題ありがとうございます。さあ、じゃあ今度はね、今日いないメンバーも含めての問題でもいいですよ。はい、今日いないメンバー、今日いないメンバー、これ難しいな、うん、これどういう、例えばイズミンがこの時こういうことが起きました、はい、なんでしょうとかでもいいし、私しか知らない。結構だからイズミンの問題とかオカピが得意なんじゃない？だって泊まりに来たりしてるわけですよ。確かに確かに、そうでしょ。
でも言っていいのかみたいな内容が多い。あ、その、あ、まあ、確かにな。確かに、ごめんごめん、あのオカピはちょっとね、フィルターが、フィルター一回かけないとちょっと難しいから。危ない危ない危ないよ。オカピはちょっと言っちゃいけないこと平気で言いそうだから怖いんだよな。危ないな。確かに怖いわ。これは事前にちょっと打ち合わせが必要だわ。イズミンがなんか生活の中で苦手なこととかいいんじゃない？家事。確かに確かに。なるほどね。わかる？わかんないか。あ、イズミンが朝起きて、うん、私の家で必ずすることはなんだ。あー、なるほど。あ、それぐらいでいいか。それ言って大丈夫なやつ？あ、全然大丈夫。これは全然ダメ。一応ね、一応ね、普通に可愛いなって感じの。あ、ほんと？可愛い。可愛い。うん。朝起きてす。え、それ普通のこと？普通のことです。あ、普通ではないかな。普通の人はしない。可愛い。しない？普通の人はしない。しない。多分普通の人はしない。ね、わかった。はい。鏡に向かっておはようっていう。そんぐらいのことじゃない？あ、好きなアニメのキャラクターにおはようっていう。あ、違う。あ、違う違う。え、違う。お人形におはようっていう。おはよう縛りじゃないよ。あ、でもおはよう違います。何かにおはようって言ってます。何かにおはようって言ってます。あ、おい、ほんとに？ え、じゃあ近いじゃん。近い、いっちゃ近い。え、近いじゃん。え、お母さんに。あ、お母さんじゃない。違うんだ。嘘。私の部屋でできる。部屋？え、部屋でできる。部屋でできる。何かにおはようって言うんでしょ。何かにおはよう。え？え、一般的にあるもの？ない。ない。かもしれない。え、オカピの家にあるものってこと？ある人はある。ない人にはない。そのオカピのも家の何かにおはようって言うってこと？家の部屋の何かにおはようって言って。あ、の何？天狗のお面とかじゃない？持ってない。飾ってない。あ、なんかそういうのじゃない？じゃない。あ、違うか。植物？植物は、まあ、違うな。違う？あ、そういったような。あれじゃないの？ペットとかじゃないの？ペットに、何のペットかだ。い、待って、オカピが飼ってる犬。そうそうそう。に、に朝、うん、寝てる時に、うん、おはようって絶対動画撮ってるんです。どういうこと？え、動画？そう、大丈夫、おはようの動画撮ってるんです。あ、そういうことか。だから人んち泊まり行って人んちの犬飼ってる。それは確かにしないかも。可愛くないですか？しない。あ、でも可愛い可愛い。あ、面白いな。それ面白い。ちょっとホッとするエピソードですね。確かに確かに。あ、いいですね。あ、面白い面白い。さあ、他ありますか？ナイトゥーの話とかでもいいよ。ナイトゥー、キーちゃんとかでもいいよ。ナイトゥーさんは、ナイトゥーなんだろうね。カレン、あ、おしゃべりナイトゥーさんね。おしゃべりナイトゥーさん。なんだろう、ナイトゥー、ナイトゥー、ナイトゥー、え、難しい、なんだろうね。なんかさ、こうクイズにするってなると結構難しいね。確かにね。あ、じゃあ今から2人のことでいいですわ。僕が質問するので、はい、それの答えなんていうかっていうのを当ててもらおうか。はい、はい、じゃあ、ついちゃん、はい、言ったら、うん、りっちゃんが自分の趣味がお仕事になってますよね、うん、はいはいはい。ちょっと私もこういう趣味仕事にしたいなって今一番思ってるものは何でしょうか？聞いてなかった。理解が追いつかなかったです。すいません。すいません。ちょっと理解が意外にこういうところあるんだね、辻ちゃんも。あの、こんなになんかすごい、あの、聞いてそうに見えて、ちゃんとしてそうに見えて聞いてなかったっていうね。ずっと目合ってんの。ずっと目合ってた今。はい。本当に申し訳ない。はい。はい。ちょっと聞いてなかったです。そんなことある？魂どっかに出たの今一瞬。あの、どういうことかなって思って。うん。あ、それ、えってなって、だから自分の趣味を仕事にできるとしたらどういうことしたいですかってことですよ。内藤さんがってことですか？あなたがです。私がですか？あ、その前から聞いてなかったね。あ、もうだいぶ前から聞いてなかったんだ。すいません。びっくりした。面白すぎる。びっくりした。今度からちょっとな活字入れとく、なんかテロップがお願いして。大変だよ、びっくりするよ。私が、そう、私が趣味としてってことですか？趣味のものをお仕事に活かせるとしたら何をしたいかってことです。あ、今だったらゲームですかね。なんで言っちゃうの？え、どういうこと？それを問題にしたかったのよ。嘘でしょ。本当に聞いてない。本当に聞いてないじゃん。本当に聞いてなかった。最初からこの企画聞いてないじゃん。最高。全然すぎる。あ、私ですか、やっぱゲームですかね、じゃないよ。それを当てたかったのよ、こっちは。さあ、何でしょうかっていうのは。もう今何をしてるのか全然分かんなくなって。ああ、じゃあゲームの何かでお願いします。あ、急に狭めだね。何のゲームか。何のゲームか。さあ、何のゲームなんでしょうかね。当てていただきましょうか。わ、うん、かりますか？はい、わかります。
あ、分かるんだ。分かる、分かるんだ。分かります。あ、もうこれは辻ちゃんのこと知ってればってことね。多分、うんうんうん、多分そうだと思う。さあ、どうでしょう。辻ちゃんがよくやってるやつ。よくやってるね。うん、じゃあ分かる。辻ちゃんがゲームしようの見たことない。まあ、目の前でも、まあ、目の前でもないよね。SNS とか見てればってことでしょ、うん、なんとなく分かるってみたいなことじゃない。分かる、分かるけど。分かった、多分。じゃあ、オカピから言ってく。殺し屋。あれ殺し屋殺し屋のやつ。あれ殺し合いするやつ、なんか荒野行動みたいな。ああ、それのこと殺し屋っていうの殺し屋すごいストレートな言い方バトルロワイヤルの時のタケスさんみたいな殺し屋をしてもらいますみたいな言い方してるじゃん殺し屋みたいな殺し屋あ、みたいなみたいなうんせこくないみたいなみたいなみたいなどれか当たりそうじゃん確かに確かにどっかしらね確かに確かにはいはいはいめっちゃポケモンなるほど、うんそれでは正解はお願いします。ポケモンです。ポケモンだった。ね、めっちゃ載せてるもん。一回出演させていただいたことはあるんですけど、うんうんうんまあ、その番組なくなっちゃったので、はいはい、また新しくね。新番組に変わっちゃったので、はいはいはい。まあ新しく仕事にできたらなと思いつつ、うん、やってないんですよね。え？ちょっとポケモンを？はい、今。ちょっとあれだね、やっぱりあの辻ちゃんも事前に聞いとかないと大変なことになるね確かにちょっとね、話しにくいっていうのは、うんまあ、ちょっと冗談で、うん、あの、この前冗談だえ、待って待って待って冗談だったんかい何今のまとめ方、急にすごい、というのは今冗談なんですけど、みたいなすいません、うん、で、あの、うん、一昨日やったんですけど、うん、その、新しいやつ新しいやつねやったんですけど、うん、でも、それを見て久々にやったんですよ、うん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 、久しぶりにやって、はいその一旦その前に出させていただいたときに、うんそのまあ、ボロ負けをしちゃったので、はい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 、まあ一旦やってでもその機会やりたくなかったんです負けちゃったからおちょっとショック受けてたちょっとショック受けてかわいい意外とフェンチだねショック受けてて、うんうん、あもう嫌だってなってやめてたんですけど、うんうんうん、久々にやったらやっぱ楽しくて、うん、やっぱ私ポケモン好きなんだなって思ってまたやり始めた、うん、再確認したってことねそうですそうですあじゃあいいじゃんまただからちょっと沸騰してきたから自分の中で、はいはいはい、だからまた改めて強くなってやりたいなと、うん、やろうかなって今度は勝ちたいなと、はい、いうことですねそういう感じですよかった最終的に綺麗にまとまりました、うん、よかったですよかったですクイズになりましたなりました、はい、ありがとうございます最高ですよ今日、 今日の MVP ですよ確かにめちゃめちゃ面白かったなちょっと聞いてなかったですねあの答え勝手に答えるという最高でございましたじゃあラストはりっちゃんかな、はい、りっちゃんどうしようかなじゃありっちゃんが、うん、初めて作った手料理は何でしょう、はい、え、むずっ初めて作った人に振る舞った料理で人に、うん、あ、はい、わかりましたほらほら出てきた質問していいよ一般的な一般的あではないかもしれないではない、うん、いつ頃とかね、うん、いつ頃いつ頃小3お分かったあなるほどいやすごい、よく絞れたの小3でどこに絞れるようだったの今、まあ、小3だけ小3あった今全然分かんなかったけど今分かった分かったの分かった分かったえ小3なら分かったってそんなことあるの多分小3ね、うん、分かりましたいいよもう一個ぐらい質問別にそれは家族にですか、うん、あ家族にです、うん、なるほどおばあちゃんにですね作ってあげたおばあちゃん、まあ、正確に言うとおばあちゃんに教えてもらって私が一人で作っておばあちゃんにあの出したおばあちゃん、うん、おじいちゃんに出したおばあちゃんに教えてもらった系か、うん、あまり作らないまあでもあれかなうん、でも一般的ではないかもあの肉じゃがとかほどこうすごいなんて言うんだろう 料理ではないみたいなのではないかもしれない、うん、ザ料理って感じじゃないんだかもしれない、まあ、最初のだからこそってことだよねそうですね割と、うんまあ、簡単簡単かな、うん、ああ分かった簡単色が綺麗です色ほらほらちょっと色が綺麗ちょっと違ったかもだから答え絞るの早すぎたんだってあれちょっとあれ早く答え絞りすぎたんだって小3だけで分かったって言うからだってなんで自分が勝手に言ったのに狭まってんの追い詰められたんだこれえ色が綺麗でもまあ綺麗には見えるはい、はい、行こう、はい、いいじゃあすいちゃん出たいいはいじゃあせーのでいきましょうかはい、はい、じゃあせーのお願いします私がせーのおにぎりポテトサラダあーえおにぎりおにぎりうどん
うどん？うどん？ちょっと待って、適当すぎじゃない？どっから？確かに踏むところから？こっから？かなってすごいな。あ、それはわかんなくなっちゃって。わかんない、うどんとうどんおにぎり。僕ポテトサラダ。ポテトサラダ。あー、あー正解は三食ご飯です。三食ご飯？待って、わかりません？わかる？わかります。え、三食弁当じゃないですか？三食ご飯って何？え、あの卵、あ、まあ、まあ、黄色、あと、まあ、そぼろみたいなこう茶色、はいはいはい、分かった。で、緑、うん、まあ、緑はこうピーマンとか、あとは、まあ、こう葉っぱのもの、なんか、ほうれん草とかでもいいんですけど、うんうんうん、私の場合はピーマンで作ってて、うんうん、卵、ピーマン、あと鶏そぼろをご飯の上にあの 3食こう分けて乗っけた3食ご飯。なるほどなるほど。私それが大好きで、ずっと前から。はぁ、3食ご飯って僕もあんまり聞いたことなかった。あんまり聞いたことない。多分一般的ではないので。確かに確かに確かに。そうなんですよ。食べるけど名前初耳って感じです。あ、そう。なんて言うんだろう、なんて言うのか分かんないし。あ、でも多分3食ご飯なんだろうね。皆さんも分かってらっしゃったんでね。はい、3食ご飯です、うん、なるほど。はい、なんか思いのほか盛り上がりましたね。確かにすごい楽しかったなこれ。なんでもないあれだけどね。さ、ハプニングもありましたし、ありがとうございます。さあ、ということで皆さんありがとうございました。以上、放課後ドットカフェのコーナーでございました。さあ、それでは1曲目いきましょうか。オカピお願いします。はい、竹内愛さんでガールズトークです。どうぞ。いただいたのは竹内愛さんでガールズトークでした。はい、ありがとうございます。さあ、今ちょっとね、三食ご飯のやつをちょっと画像写真見せてもらって、ね、こういうのかって盛り上がってたんですけど。ありがとうございます。 あれかっつって、オカピが沖縄祭りの時食べるやつか。沖縄祭り、あ、間違えました。ひな祭りでした。嘘でしょ。そんな間違い方する？沖縄おひな祭りを沖縄祭りで間違えてひな祭りだったって。いや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 、もうだいぶ遠いですよ。だいぶ遠い、だいぶ。さあ、ということでございまして、今回のテーマは、はい、10連休あったら何したいということでございますけども、皆さん10連休あったらそれぞれ考えました？はい、はい、考えました。じゃあ辻ちゃんから。私は日本各地にある温泉を家族と一緒に回ってゆったりしたい。いいね。あ、いい。じゃあいろんなところをこう比べながらみたいな。はい、あ、やっぱ
大分って温泉地じゃないですか。そうだね。だからいろんなところにある温泉も行ってみたいなっていう。そっかそっか、はい、巡ってね。そうです、ね、10日間あったらいろいろ行けるもんね。いろいろ行けますね。確かに。お金も考えなくていいってことなんで。いいね、はい、確かに。もうずっとお風呂入っておきたいんだ。ちょっといやなんか本当に自然に触れたいっていう。はい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 、ちょっと自然な方というか山奥の方に行きたいなって感じ。なるほど、はい、いいですね。さありっちゃん。はい、私はあの日本全国にある恐竜の博物館を巡りたいんですよ。恐竜なんかあのまたトリッキーだよこれいやなんか私小さい頃から結構母と一緒に、はいはい、あのなんだろう国立自然史博物館みたいなところとか行ってて、はいはいはい、あの恐竜に会いたくって、はいはいはい、なんかその自分より大きいもの圧倒的ですもんね。圧倒的に大きいものに会いたくって、なんかその結構恐竜ショーとかもあるじゃないですか。あるある。あれも私本当にあのこの間行こうとして、コロナでなんか延期になっちゃって行けなかったんですけど、本当に一人でも行きたいぐらい。あのリアルに動くやつでしょ。そうなんですよ、うんうんうん、あれ多分あの対象年齢小学生ぐらいなんですけど私全然一人で行こうと。いやいや、あれ大人が見ても楽しいよ絶対。いやめちゃめちゃ楽しそうで、もう行きたいです。10日があったら。もうりっちゃんさ、スパイダーマンにしろさ、あの趣味が少年なんですよね。確かにそう考えたらそうか。そうなの、そうなの。趣味が少年なんですよ、はい、いいですよね、カップルね。オカピは10日間無人島で暮らしたいですやめてくれよやめてくれよ、なんでそのさサバイバルの方に。なんでその自分にストイックになるのよ。いや好きなんですよ、なんか、自然の中で何もしない、何もない生活をするのが。でも本当に何もないんですよ。です。火も起こさなきゃいけない、はい、それもやりたいの。やりたいです。すごいな。ただ雨はもうちょっとやめてほしいんです。あ、天気は晴れ。そこはわがままなんだ。そこだけわがまま。そんなわがまま無理でしょう。なんでサバイバルで何でもなくていいです、でも雨だけはでも。なんだって雨降ってきた、雨降ってきた方がいいのよ、水分取れるから。確かに。確かにじゃないの。雨降った方がラッキーなんですよ。それで行ったらちょっと危ないから。本来は。本当だ。びっくりするな。じゃあ雨ありで。自ら水分を断つという。雨じゃないよ、本当に。さあ、ということで皆さんからもね、来てると思いますが、皆さんからね、結構ね、質問がちょっと届いてて、一個ね、ちょっと面白い質問があったんですよ。はい。ちょっとそれを読ませていただきたいと思います。はい。ね、先ほど、あの、イズミン、うん、イズミンがね、なんかね、ツイートしてたやつがあったらしくて、イズミン、そう。スマホが3日で割れたというもののツイートをされていたようですが、皆さんは手に入れたものがばかりのものが壊れた、紛失した、ピエンした経験はございますかっていう。あ、めっちゃあります。あ、リセアンから、リセアンさんからありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。なんだろう、めちゃめちゃありますね、見る覚えが、言わんのかいありますね、うんじゃないよ、何噛み締めてんのよ、うん、その、まあ、iPhone 壊したって言ってるじゃないですか、はいはいはい、イズミンも、うん、私も1ヶ月ぐらいで買った iPhone を即壊したり、うん、めっちゃショックよね、ショックなんですよ、本当に。えってなって、まあ、修理行ったんですけど、たり、その包丁割ってしまったり。包丁割るとか、その荒れてますね、だいぶいや、荒れてるわけとかじゃなくて、とか、あのイヤホン、いただいたイヤホンがあったんですけど、エアポッド、あったんですけど、それをその3日で壊して、はぁ、どうしたの。え、何もしないんですよ。いや、あれ大体さ、なくすとかわかるよ。壊す、片方がジリジリジリになっちゃって、なんかパキって音がするんですよ、たまに。未だに、うん、パキって何みたいな、壊したのかなみたいな、たまに聞こえなくもなるんで。あ、だから普通に壊れたんだ、普通に使ってるだけなのにってことか。そういうことか。そうなんですよ、不思議だね。ちょっと怖いんですよね、最近自分が。あ、だからそういうよくあるもんね、なんか、はい、あのやたら機械を壊してしまうみたいな。そうなんですよね、ちょっと怖いです今。機械をなんか壊す霊がついてるみたいな、よく言うよねそう、もしかしたら。でもまあ古いんじゃないかなみたいな。何が古いんじゃないか。なんで半笑いなのどういうこと。包丁はよく分かんなかったです。でも包丁は普通にバナナ切ってたんです。一番柔らかいものよバナナ切ってたんですけど、凍ったバナナを解凍、ちょっと解凍してから切ってたんですよ。割れたんです。どうしましょうって。どうしましょうね。どうしましょうじゃないよ。結構壊したりすることは多いです。なるほどね。まあ、凍ったバナナはちょっとそうかもね。ちょっと硬いとこがあって、ボキっていっちゃったみたいなことがかけちゃったんだね。そう、
結構壊し癖はあります。壊し癖クラッシャーじゃないですか。クラッシャー。さあそして、10連休のお話、はい、あビクチムさん、はい、あビクチムさん、これいいめっちゃいいですよ。10連休で自分が自由に時間をもらえたら使いたいのはもちろんスパイダーマンシリーズを全部制覇したい。おいいですね。さらに MCU の作品群を、見まくる連休を過ごすのが夢ですということですよ。いや10日間あれば見られると思います。いやでもすごい時間かかるよ、ね、そうなんですね。ずっと映画見るっていうのはなかなかね、いいですね。あ、スメシオさん、はい、スメシオさん、これ僕に似てる、めっちゃ似てる。カリフォルニアのディズニーランドに行って日本にはないスターウォーズとマーベルのアトラクションを楽しむ。おー、うわー、これはいいね。楽しそう。僕ちなみにフロリダの方です、行くんだったら。フロリダディズニーワールド、ああ。あの10日あっても回りきれないって言われて、そうなんですか。だってあの敷地面積が山手線より大きいんですよ。山手線の一周より大きいんですよ。規模がじゃあ回れないですね。すごいでしょ。それはもう回りきれないでしょ。はい、それ夢ですね。一週間じゃ回れないってよく言われてるんですよ。行きたい、そうそうっていうのもありますね。ちなみにオカピは、はい、どうしたんですか、どうしたんですか。すごいあの困ってた、うん、困ってる顔しました。困ったおかげ、はいって、はい、オカピは、うん、はい。ちょっと待って、今日のお二人さ話聞いてなさすぎじゃない。今日みんなちょっとそうだね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。オカピそのなんていうんですか、そのディズニーランドとかそういうので興味あります。あ、一応あります。一応って何。え、でもなんか好き好んでいくわけでもないです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ友達が行こうっつったらみたいな。行きます、はい。カラオケとどっちがいい。カラオケがいい。いいですね。奥さんいただきました、ありがとうございます。10連休あったら北海道をくまなく巡ってみたいです。おお、でも10連休では足りないと思うのでそのまま仕事もフェードアウトして旅を続けます。おお、なるほどなるほど、いいですね。やっぱり旅行ね、はい、やっぱ今みんなやっぱね旅行がやっぱ一番行きたいですよ。あ、だから多分そうね、10連休だったら旅行ということでございます。りっちゃんは今度は恐竜案件欲しがってるってきてる。いやいや、そんなこと、でも本当にこれは小学生の時からもうずっと恐竜に会いたかったんです、私は。うんうんうん、そう、夢だったんだ。夢だったんですよ。でもなんか、僕ユニバーサルスタジオ行った時に恐竜歩いてましたよ。あ、確かにいるんですよ。いますね。結構怖い、ちっちゃい子泣いてたもん、やっぱ。あれ怖いですよね。怖い。あそこのレストランで食べてたらレストランの中入ってくんだよね。え、あそこまでは知らないです。そうそう、会えるんだ。そうそう、会える会える会える。え、会ってこようかな。結構リアル。え、でもレストラン入れるって結構ちっちゃいよ。でもあのちっちゃい系のやつ、ちっちゃい恐竜だがあるんよ。へえ。なんかでも大きいやつしか見れない。リアルで怖いのよ、本当に。めちゃくちゃ動きもリアルで早いのよ。絶対怖い。怖い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 。でちょっとミスマガメンバー誘って行ってきたい。あ、いいじゃん、みんなでユニバーサルとかね行っても面白いかもしれません。はい、さあということで皆さんたくさん質問いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。さあということでもう今日はあっという間なんで最後の曲いかずにエンディングいきましょうか。はい、ね、ということでございまして、じゃあ先に告知の方を、はい、お願いいたしますね。オカピー、はい、いきます。はい、それでは告知させてください。ヤンマガウェブのミスマガの遊び場お菓子作り、これなんて言うんだろう、アットホーム、明日22日の更新は私、うん、山岡みやびです、はい、ぜひチェックしてください、はい、また前回放送のアーカイブが渋谷クロス FM さんの YouTube にて本日から公開されます。こちらの方もよろしくお願いします。はい、そして次回の告知もよろしくお願いします。はい、次回のミスマガ放課後レディオは5月5日18時となります。はい、ミスがマガマ、ミスマガからは天野ちゃん、辻優衣ちゃん、大野、おしまい、大野大丈夫、新キャラ、目の前にいるで、新キャラ来た、大野さん、新しい人だな、俺会ったことないな、まだ大島里乃ちゃん、内藤かれんちゃん、山岡みやびが出演します。そうなんです、なんとね、はい、今度はゴールデンウィークで、休日なんですよ、うん、おということで、ゴールデンウィークスペシャルです。イエーイ、前も言いました。で本当は全員出演していただこうと思ってたんですが、はい、ちょっとイズミンがお仕事の都合で来れないということなんで、うんうんうん、はい、その代わりちょっとねリモートで繋ごうと思ってます。お、多分ねちょっとの時間いけるってことなんで、うん、だから一応みんなでクロストークできるように、お、うん、やった、しようと思っております。そしてね、はい、もうね次回やる企画も発表しちゃいます。はい、はい、次回やる企画はなんとミスマガ2021選手権、
選手権をしたいと思います。選手権、おいろんなジャンルの1位を決めて、はいはい、その中で1位は誰か、最終的な1位は誰かっていうのにしたいと思っております。でやっぱ1位の人にはそれなりのご褒美もあって、え、わ、なんだろう、最下位の人にはちょっと罰ゲームも用意して、絶対なりたくないやろうかなって思っております。そしてね、実はねこの企画なんですが、あの、はい、ご視聴いただいている皆さんにちょっと実は協力していただきたいと思います。それがですねこちらでございます。この先ほど言いました、ちょっと少なくなりましたけどちょっと見えるかな、こっちの方がいいかな、はい、こちらのハッシュタグミスラジつけていただいて、ミスマガ2021の皆さん、この中で一番〇〇な人はっていう質問を皆さん考えてください。ぜひ考えてください。でこれあくまでこれに選ばれたら嬉しいだろうなってやつにしてください、うん、ね、嬉しい、この中で一番部屋が汚そうな人って選ばれたら嬉しくない嬉しくないじゃん。確かに、そういうのじゃなくて選ばれたら嬉しいような質問を皆さん考えてぜひ送っていただきたいと思います。お願いします。で、ね、ちょっと採用もさせていただいて、その中からちょっといろいろランキングをつけて、はい、果たして一番は誰かっていうのを決めたいとこのように思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。お願いします。楽しみですね。めっちゃ楽しみです。みんなが揃うなんてなかなかないし。確かに。でまたちょっと懐かしいような企画もやりますから。わ、ちょっとみんなが盛り上がるような企画もご用意しますから。楽しみ。はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそれでは皆さんの告知もありましたらお願いいたします。はい。じゃあ私からいきます。はい。はい、私大島莉乃からは、あの冒頭でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、はい、なんとソニーピクチャーズさんの公式 YouTube で、うん、スパイダーマンがもっと楽しめる特別解説動画が昨日配信されました。2本の動画があって、スパイダーマン編とヴィラン編、あの敵の役の編ですね、がありまして、そちら約、まあ、全部合わせて30分なんですけど、私が語りっぱなしなので、すごいんですよ、ぜひ、ありがとうございます、流していただいて、あ、そうそう、はい、あのぜひこちら見て、あの高評価とチャンネル登録は私の動画からぜひお願いします。そうなんです、はい、これね、りっちゃんが本当に好きっていうのも伝わるのが、一切カンペ読んでなくて、もうずっとカメラ目線で喋ってるいや、すごい、全部ね、いやいや、もう内容が入ってるからね、本当に、すごい絵とかも結構一生懸命、そう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 、ぜひそちらも注目して見ていただければと思います。いや、いいですね、はい、活躍していきますよ、これからも。さあ、そして辻ちゃんありますか。はい、私辻結衣からは明日なんですけど、うん、はい、明日配信トークイベントがありまして、うん、まあ、配信なので誰でも家から見られますので、はい、また後で告知もさせていただくんですけど、うん、そちらぜひよろしくお願いします。お願いします。そして、23、24日ですね、土日と、はい、あのライブがありますので、そちらも後で告知をさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、オカピありますか。私はさっきも告知させていただいたんですけど、はい、お菓子作りの方が明日出るんで、うん、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということでございました。あとね、2分ちょいあるんで、もうちょっとじゃあ質問いきましょうかね。はい、はい、はい。でも皆さんちょっとね、やっぱりあのコメントとかも実況してくださってね、ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでちょっといろいろ読んでいきたいと思います。あ、りっちゃんの料理を食べたおばあちゃんの感想、一発目は美味しいねって言ってますけどいや、これ私、うん、初ロケで食リポ、はい、初食リポに、はい、挑戦した時に、はい、その放送が新年一発目だったんですよ、はいはいはい、それと混ざって、はい、一発目は美味しいねって言っちゃったの。あれ見ましたよ、僕、面白かったジャンポケさんのやつね。いや、めっちゃ恥ずかしい、あれ、あれをやばいやばいやばい、ちょっと C でお願いします。いや、でもちょっとなんかパワーワードじゃん、あんま聞いたことない食レポだからやっぱおもろい一発目は美味しいですねって、やっぱなかなか言わないもんどういうことだろうと思っちゃうしね、はい、なかなかいいですよ、それは、はい、エピソードですかでも今後さ、やっぱ食レポってちょっとむずいよね。難しいですね、やっぱり、うん、だっていろんな表現があって、うんうん、だから前回はちょっとね、あのケーキ出して泉にやってもらったんですけど、うん、泉まずはあの、ね、見た目から言うんだよって言ったら全然食べなくて、見た目でずっと言っちゃってましたいや、違う、早く食べてっていう、ね、感じもありました。ちょっと難しいよね。難しいですね。オカピも一回ケーキでやったけど、うん、ね、覚えてますか。覚えてますよ、ね、はい、あの時はもう普通に、うん、美味しいですみたいな、ね、絶対次仕事来ないですよ、あれ確かにあの言い方はね。でも今のオカピだったらいけるかもね。確かに。またちょっといろいろ変わってきたし。確かに。雰囲気も慣れてきた。慣れてきたのはあるでしょ、実際に。みんなに慣れたっていうのもあるかもしれない。うん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 、ラジオにもみんなにも慣れたっていうのはあるんじゃないかなとは思います、うん、確かに確かに確かに、うんうん、変な話さ、前は一番最初の頃とか覚えてますか。ちょっとみんなやっぱ緊張して、そう、うんうん、
やってたのすごい思い出しますが、もうだから下手したらもうみんなだけでもみんなだけだったらちょっと収拾つかないと思うんで、それは、それは絶対グッチは言ってほしい。そうだと思います。あの今日私辻ちゃん頼れるかなって思ったら辻ちゃんも結構話してくれるっていうのが、すいません、ちょっと私これまずいなと思った。そうだね。だからグッチは絶対言ってほしいです、私は。なるほどなるほど。りっちゃん一番上なんで。いや、ありがたいですよ。いや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 。だでもね、やっぱりね、キーちゃんとナイトゥーの時とか大変ですよね、多分。大変だな、うん、ちょっと一回黙ろうっていう気が、ね、あるかもしれません。さあ、ということで皆さんありがとうございました。次回5月5日またお会いしましょう。じゃあ最後こっちに向かってせーの、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。